菊池武岳時は、鎌倉時代末期の武将。菊池氏の第十二代当主。菊池隆盛の次男。第十代当主、菊池武志坊の孫で、第十一代当主、菊池時隆の弟にあたる。陽名は昇龍丸。父の隆盛が、武房より先に死去した後、菊池氏の家督は、兄の時隆氏が、武房の養子氏となって継いだが、 おじの菊池武士本がこれに不満を持って対立し、結果として時、高志と竹本が共に滅んだため、幼少の身で家督を継いで当主となった。菊池十二代の責務から、祖父伝来の弓矢の道に励むと共に文学を、たしなむなど、幼少の頃から収養を積んだ。この頃の九州は、現行の後に、鎮税短大が設置され、 北条氏による支配が強化されており、御家人たちの不満は募っていた。現行3年、昭京2年3月11日、博多に到着した、武事は、鎮税丹大に出資したが、侍所から地産を避難され、口論となった。13日、武事は拒兵し、博多のところどころに火をつけて焼き払った。そして、小二提供、大友宗に使者を使わし、 おを脱出した、五醍醐天皇の臨時を受けているので同調するように、告げる。しかし、両者の反応は冷たく、小二提供は、カタカスで、菊池の使者を切り、大友貞定も、死者を切ろうとして逃走された。無事は、鎮西丹大に押し寄せ、丹大敗下と合戦となるが敗れ、この菊池より高いか菊池一族と共に撃たれた。去年42。 一族二百名余りの首が犬バ場にかけられた。この挙兵のありは訴訟のために、京都から鎮税短大に派遣されていた僧の両閣によって、目撃され、博多日記に書き留められた。無事は、短大で行われた裁判で敗訴していたことも、挙兵の縁因とされている。その請求な挙兵は、小二氏や大友氏の指示を得られず、自滅する結果となるが、 無事の短大襲撃計画は、九州における、倒幕運動の契機となり、この二ヶ月後の5月22日に、鎌倉幕府が滅亡すると、その三日後に、小二提供、大友貞宗ら九州の武士たちは、倒幕側に転じ、鎮税短大を滅ぼすことになる。無事の彦である、菊池武友が表した、菊池武友も大上7月日によれば、無事が、 原稿の乱で戦死した後、その論功交渉の場で、千早城の戦い等で活躍した武将、楠木正重は、自らの功績を誇らず、他人である、無事の功を強く推薦したという。曰く、原稿の乱では、中列の者も、老功の輩も多いが、皆生きながらえたものである。しかし、無事入道一人は直上によって落命したものである。 ただしやつ第一とするのは当然ではないか、と論じた。そのため、正しげの主張を、五代五天皇は聞き入れたという。この、ただしやつという語については、平田俊春、南高の戦士に関する学説については、忠義の意に介しているが、今井正之介、解説正しげうちにをめぐる諸説と正しげの出自は、太平気等の当時の諸書,書での要例を考えるなら、ここで言う。 ただしやつとは、中高つまり、功績のことであろうと指摘している。無事の後を継いだ、菊池武重は、恩賞として、日後一国を与えられた。大鳥忠山、聖森寺の根流の折に会期として招聘された、大地禅寺と、私友関係となる。無事は、旧道の死で、一族と共に、大地禅寺のもとに参禅するなどした。 こうした中で長男の武重は、金宝御と十二次宝御を大地禅寺から供されている。福岡県福岡市の菊池神社や熊本県菊池市の菊池神社の主祭神として祀られている。また、非常に小沢さんで、頼高と武重の他にも十数人以上の子がいた。江戸幕末の画家、菊池要塞は、無事の子孫であると伝えられる。ありがとうございます。